天皇陛下、お誕生日おめでとうございます。天皇陛下62歳、若い、日本の天皇62歳って若いなと、まず、今朝思いました。イギリスのエリザベス女王も95歳ですか、もうちょっといってるのかしら、お元気で、まあ、コロナにね感染した陽性だったということですけども、まあ、特に悪いということは聞いてませんけども、まあ、62歳でね、エリザベス女王の年齢まで、天皇であられるとまだ30年ありますね。で、まあ、日本の、天皇家っていうのは神話の時代から続いてて、これは、まあ、世界でもねない歴史なんですね。紀元2682年でしたっけ、それだけね、まあ、続いてるっていうのはね、アメリカで何年ですか、中国で、共産党ができて100年と言ってらっしゃる、言ってますから、まあ朝鮮も韓国なんかも新しくなってね、まだ何十年ってことで、国が続くっていうことはなかなか大変なことだと思うんですね。今ロシアがまあいろいろ問題になってね、ドーピング問題からウクライナ問題からいろいろ問題になってますけども、私は、天皇陛下の会見っていうのをテレ東ビズというYouTube で、拝聴したんですけどもね、天皇陛下っていうのはね本当に結構長い、これ文章にしたらかなりな長さだと思うんですけども、長い、お言葉でね、まあ非常に行き渡っている。まあ、例えばこのコロナ感染症についてはね、医療従事者から、それから老人のね、感染症の、まあ、医療施設のことだとかですね、さまざまなこと本当に幅広くは行きはもう国民のこと考えてて、例えばですね、私もすっかり忘れてましたけども、フロンガスの問題がもう何十年か前にあって、そしてそのことをおっしゃってたんですけども、それを研究者とかみんなが努力してですね、今はもうそのフロン心配なくなったっていうね、お話をなされたんですけども、そういったこととかね、それから東日本大震災のことから、そして海外の、地震の時にその救助隊ですね、行った宮崎さんという方が亡くなった余震で亡くなったというお話だとかね、とにかくもう非常に天皇陛下というのは社会性のある方で、もうまあお立場ということもありますけど、まあ、それだけじゃなくてね、本当に心からも世界のこと、日本のその社会的なこと、科学からですね、国民の暮らしからに本当に目配りされる方で、非常に社会的な方だなと思うんですけども、まあね、マックさんの話も なさいまして、皇室はどうあるべきかなんて、まあ、記者の質問に答えたという形ではあるんですけども、非常にまあなんていう、まあ、失礼な言い方ですけどね、社会性があるだけじゃなく、その知的な方だと思うんですね。それで、まあ、一方では非常に家庭的な方で、まあ、まあそこ皇后をね、思
優しく思うだけじゃなくてね、ご自分はその雅子皇后に、その雅子様に非常にいろいろ協力してもらってね、仕事の上でもいろいろ協力してもらってるっていうような、そのパートナーとしてのね、言葉悪いですけど扱い方というか、その皇后陛下をね、ご自分の、そういうお仕事の上でのねパートナーでもあるような、その心の内というかね、そういうようなお考えがね、いつも会見の時には出るんですね。ただ単にその、自分の家族としてのその癒しとかね、そういうことではなくてね、やっぱりそれは雅子皇后がね非常に知的な方で、賢い方でもあるので、一緒にですね、何かこの社会的なこともいろいろ考えたり話したりしてらっしゃるっていうのを、こう何か想像できるようなね、そういう感じの言葉なんですね。それからね、非常に家庭的にはこのお言葉の中にあったんですけども、愛子さまは非常に家族ね、3人でその一緒にね過ごす、とても大事にしてくれるということをおっしゃってるんですけども、愛子さまと3が入って3人でね過ごす時っていうのは、非常にもう笑いの絶えないね、そういう笑いの絶えないって楽しい時間を過ごしてるっておっしゃってるんですね。で本当にね、家庭的にも雅子皇后、皇太子の頃からですね、皇太子妃殿下の頃からやっぱりいろいろご病気があったりとかで大変だったと思うんですね、お立場上。だけど非常に寛容で、自分の一般的に言えば奥さんのね、そういう病気をもう非常に理解して、そして国民にもね理解してほしいっていうようなことをいつも会見の時おっしゃいますよね。そういうふうに非常に私は人格的にもね、非常にバランスの失礼な言い方ですけどね、我々はそんなこと言うの失礼ですけど、でもね一人のね人間としてね見た時に、非常にね人格的にねバランスのいい、そしてね温厚で、これはご長男としてのね、どこの家庭でもそうでしょうけども、長男っていうのは割と温厚でですね、それで次男次女っていうのは結構個性的だとかいう、そういうように育ったりするんですけど、皇太子殿下の頃からですね、やっぱり天皇陛下っていうのは非常に長男のその性質というか、その温厚で穏やかで、そして優しくてね、長男ばっか褒めてますけども、そういうなんかね温厚な性格を感じるんですね、会見の時にいつも。それでね私は本当にね、知的でもあり社会性もあって、そしていろいろ優しい、その感情的にも優しい気持ち持ってらして、バランスが取れててね、上皇后陛下ご両親のね教育のたまものかなと、美智子上皇后のね育て方というか、そういうのを感じて、非常に立派なね天皇陛下だなっていうふうにね思いますね。それで日本にねそういう天皇陛下がいらっしゃるっていうことは、非常にね国民にとってもね幸せなことだと思うんですね。今ロシアがねいろいろ問題になってますけども、今プーチンさんの考え次第で戦争が起きるかどうかっていうところで瀬戸際なんですけども、世界を見てもね、中国もロシアもそうですけども、革命が起きてね、その 王室というもの、王制度っていうものがもう壊れて、非常にイギリスには
女王陛下がいらっしゃいますけども、で少ないんですね、あのそうみんなもう革命で壊れてしまって、あの日本はね非常にあのね上手にあの天皇家というものを、まあ、あの大事にしてね、あの長く続けてきた国、珍しい国だと思うんですね。やっぱりあの日本人っていうのはあんまりその過激なあの国民性っていうのはなくて、まあ、陸続きの、ね、国が、隣国が国境がないっていうのがあると思うんですけども、まあ、それでもね海からあのですね、いろいろあの九州の方にね、まあ、襲撃されたなんてこともありますけども、まあ、国境ね道路一つでつながってるっていう、国境を接してるような国に囲まれてるような国とはちょっと違う安心感のような安全、まあ、あのそんなにね、まあ、ビクビク毎日毎日ね隣から襲ってくるんじゃないかとかね、あの思ってこなかったという国民性もあるのかもしれないですけども、本当にねあの、2600何十年っていうあの神話からね続いてるんですごいと思うんですよね。あのまあ神武天皇とかね、あのいろいろありますけども、そのね2600何十年も続いてる天皇家っていう、やっぱりね皇室っていうのは何としてもね続けて守っていかなきゃね、あのもしそれをある時に、まあ、外国みたいにですね、あの革命かなんか起こしてですねなくすなんていうようなことがあったら、その世代はあの、まあ、恥ではあると思うんですね。歴史的にそんなに長くね続けられるもんでもないのに、その続いてるねあの皇室っていうものを守れなかったっていうことで、その時の、まあ、総理大臣か、政治家っていうのはもう本当にあの火破りの権利でもしていいとかと思うんですけども、まあ、大事にね守っていかなきゃいけないと思うんですけども、まあ、そのねあの皇室の役割っていうことを天皇陛下おっしゃってまして、まあ、国民のね理解と、まあ、お互いの愛情みたいなのおっしゃってましたけども、テレ東ビズでねあのノーカットであの YouTube がありますのでね、あのご覧になるといいと思います。私はあの、今の天皇陛下ですね、実はあの皇太子時代にその何度かお見かけしてるんですね。それでそのまあ近くに御用邸があるということがあって、まあ駅でですね降りてら新幹線降りてらした皇太子ご一家ですね、雅子妃殿下とかですね、それから愛子さま、もう愛子さまもね可愛かったですね、ピンクのワンピース着てらして降りた時本当に可愛かったですね。それからね、雅子妃殿下も皇太子時代のですけど、皇太子ご一家の時ですけども、ちょうどねあの降りてらして、まあその皇太子殿下と妃殿下と愛子様が立って、まあ駅の、まあ、お車乗る前のね3人が立ってらっしゃるところを見た時に本当にね、まあ、例え悪いですけどね、吐きだめにもう鶴みたいにね、もうそこだけね輝いてたってオーラが違うっていうか、まあ、離れてましたけどもね。それでね車に乗られて、あのもう目の前をね お通りになったんですね。近所の方にね誘われて、あのお出迎えで歓迎で駅に行ったんですけども、その時にね目の前車で、まあ、徐行してくださって、あのね皇室のねお車通る時っていうのはね、ちゃんとあの皆さんね、あの歓迎する方たちにちゃんとね徐行してくださるんで、ちょっと落としてくれるんですよね、スピードを。でまあその時は、まあ、駅ですので、まあ出発されたばかりなので余計にあれですけどね、もう目の前にその雅子妃殿下をね顔を合わせた時に、もうその美しさにね素敵、まあ、美しいだけじゃなくてね、まあ、美しい人はいっぱい世の中にいますし、
もう可愛い人もいますけどね、可愛い女性っていうのもいっぱいいますけどもね、もう違うんですね。やっぱりその美しさって言ってもね、美しいとかいう言葉では表せないような、もう本当にね素敵な方でね、何と言っていいか分かんないぐらいに素敵でした、まあ、やっぱりもう本当に知性のある方で、知的でもあるし、そしてもう可愛らしい、まだね今年年間の頃です、ね、もうその女性のね可愛らしさみたいなのもあるし、優雅さもあるし、本当にね全てが揃っているような素敵な方でした。そういうふうにお会いしたっていうことではないんですけども、まあ、お見かけしたということで、それでね皇太子殿下もね、もう本当にね穏やかでね、優しくて笑顔がね、いつももうこれ、まあ帝王学学んでるっていうこともあるのかもしれないですけどね、本当にね素敵な男性で、中丸道江というオペラ歌手はね、求婚されたらプロポーズされたら受けるなんていうような偉そうなこと言ってましたけどもね、本当にもう皇太子殿下はね、本当にもうその温厚さというかね、もしかしたらね例えばが負け失礼ですけども、結婚相手にするにはね一番の人じゃないかなと思うんですね。穏やかだし、家庭の中のその見えないところでどうか分かりませんけどもね、まあ、そんな風に思いますね。そんな作ろうってねできるもんではないですかね。人はやっぱり人格っていうものが出ますのでね、もう、私もこうして YouTube で晒してるのでね、本当もう恥かいてるようなもんですけどもね、と素敵ですね。ある時ね、友達の車でね走ってたんですね。そしたらね警察官がね、ちょっとって言ってんね、ちょっと止まってくださいって言われて、で何かなと思ったら、向こうから皇室の車が来るということで、要するにすれ違っちゃいけない、安全的なことでね、ある何メートルか先でちょっと止めて、車を止めて、でそこを通り過ぎるというようなことで、要するに、まあ、対向車線で止めてですね、そこで、あ、ラッキーとか思って、知らなかったんですけど、偶然お会いした車とすれ違ったということで、お見送りすることができたんですね。ちょうど皇居にお帰りになる日だったようで、それからね、まだあるんですけども、そういう偶然もあったんですけども、もう一つね、駅にいたらなんかね、ちょっと私服警官のような、なんかちょっと怪しいっていうか、あれちょっと普通と違うなっていうね気配を感じたんです。ありますでしょ、やっぱり普通と違う気配、その普段いつも使ってるね駅ですから、普段と違うな、ちょっと違う人、駅だからいろんな人が通るんですけども、ちょっとなんとなく怪しいぞとか思って近づいていって、それでもしかしたらあれですか、皇室がいらっしゃるんですかって聞いたんですよ。そしたらそれ言えないんですね、その警備、多分私服警備の人だと思うんですけど、でもいついらっしゃる、今日ですかとかって言ったんですけど、今日とか明日とかももう言わないんですけども、でもなんとなくね、微笑んで、その方もいらっしゃいますよっていうことを言わないけども、いらっしゃいますよっていう表情で対応してくださったんですね。あ、いらっしゃるんだと思って、その時ね、そう思いましたね。あ、いらっしゃるんだなと。それからね、ある時ね、ヘリコプターがこうずっとこうなんていうんですかね、直線的に飛んでいる普通のねヘリコプターの、例えば Google のヘリコプターとか何かそういうのとはまた違うんですね。警備の消防のヘリコプターとか、ヘリコプターの飛び方によって、あ、皇室がいらっしゃるんだなっていうのが分かるんですね、ヘリコプター。まあその車とか新幹線とかが着く前にやっぱりヘリコプターで警備してますので、そういうのでヘリコプターのなんとなくね、ヘリコプターで
普通と違うっていうんで、あ、皇室がいらっしゃるんだなっていうのが変えられるんだなとかにする感じです。それからね、別にあの追っかけてるわけじゃないんですけども、知らん、別にそのいちいち情報調べてるわけじゃないんですけども、まあ、近所の人に誘われたら行くっていうようなことがあったんですけども、フジテレビかなんかの取材かなんかで来てらした時もあったんですけど、それからあの、あ、皆さんね、あの、お迎えにみんな駅前にはねいらっしゃるみたいですけど、道端でね、今あの上皇陛下と上皇后陛下のお列で車列と、近くにねいたら、あのちょうどね、今あの、天皇陛下がお帰りになるっていうんで、ご予定からお帰りになるっていうで、皆さんあの道路端にあの出てらしたんですね。たまたまですけど、私が行ってたら、あのそれで、あ、私も、じゃ あのお見送りしようということで、あの道端でですねちょっと待ってたら、まあお車が来て、そしてですね、天皇陛下も目の前でですけど、ちゃんとねもう徐行してくださって、そしてちゃんと窓開けて、そして顔、まあ、お顔は出しませんけども、その中からもうほんと目の前でね、あのこう お目にかかれるような感じでね、あの目の前に顔をこう向けてくださるんですね。そして手を振ってくださったりね、それからあの美智子皇后もね、皇后陛下の頃ですけども、本当にねあの上品な、もう白髪にもなってましたけども、お綺麗なね、あの上品なね、あの笑顔で、なんかねそういうあの皇室とのね触れ合いがあると、非常にね皇室に対してね愛情を持ってしまうんですね。だからね皇室の悪口聞くとね腹が立ってくるっていうね、そういう風になるんですよ。で、皇室非常に大事だと私はもっと歴史的にも、国をね支える分において、皇室があるのとないのとではね、例えばですよ、大統領一人変わっただけで韓国みたいにねもうコロッと変わったりね、もう懲役20年とか15年とかね、そういうようなね殺伐とした国になるわけでしょ、大統領一人ですると。そういうとね国民のね気持ちもね殺伐とするんですよ。穏やかなね性格っていうか、ね、国民性っていうのはなくなると思うんですね。韓国なんかはね、あのどうしてねあんな風にね、あの大統領が変わるとね懲役20年とかでみんなもう牢屋にぶち込むようなことしたりね、まあ自殺したりもするけども、ね、そういうようなね国でね国民がね穏やかな気持ちになれないと思うんですよ。で、まあ今ね新型コロナ感染症とかでねもう何かも心がすさんでくるみたいなストレスになるような、今2年も3年も続いてますけどもね、それ以上にねやっぱりね国民性っていうねものっていうのはね、まああのロシアが今いろいろ問題になってますけどもね、ロシアなんかもね、まあドイツだフランスだのナポレオンに攻められたとかね、非常に不幸な歴史ありますけども、まあもっとね不幸なのが国内でね、スターリンがまあ本当にあのロシア国民を、自分の国民をもう本当に残虐虐殺したっていう、もう大量で虐殺したっていう国でしょう。でそういうね国でね国民はねもう安心してね、あの穏やかなね、性格というかね、そういう国民性っていうものは基本的に失ってしまうんですね。そしてトゲトゲしいね国民になってしまうと思うんですね。中国なんかもね、まあ、毛沢東がもうすごく国民虐殺したりしてまして、もう本当に、まあ、文化大革命なんかの厳しいね、まあ、そういう国民が味わってね、本当にねトゲトゲしいね、どっか心に刺さっ
トゲがさすもう持ってるようなね、そういう国民性になると思うんですね。やっぱりね、穏やかなその、天皇家のようなね皇室があるということでね、国民のまあ安心感というか性格がね、何かもう何かというとね、もうあの革命だなんだでもあの、まあ、殺し合いになるとかね、そういうような国よりもね、やっぱりこう安定して、まあ、あの直接ね天、総理大臣がその、まあ、総理大臣はいて政治は総理大臣がするにしてもですね、やっぱりその皇室があるという天皇がいるということでね、あの、総理大臣も天皇はね、あの、政治には関わりませんけどもね、でもねやっぱりああいうあの会見とかの発言なさるということはやっぱりあの、ね、政治家だけのものではないというね、政治家が勝手にね3年5年の、まあ、1年でなんかあの変わる時もありますけども、やっぱりそういうふうにねコロ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 変わりながらね、政治家がね好きにして、例えばプーチンみたいにね、プーチンが戦争するかしないか一人で決めるわけでしょ。そういうようなね国でない、やっぱりね日本のそのあの皇室のある皇室がねあるっていうことは非常にねその国民のね安心感っていうのにつながってると思うんでね、非常に皇室をね私は大事にしたいなと思ってます。今日は天皇陛下改めて、お誕生日おめでとうございます。お元気で本当にあの80、90までねあの まあ、日本のためにねあのお勤めしていただきたいなと思います。雅子皇后もねお元気で、天皇陛下をねあの支えていただきたいと思うし、愛子さまはね、まあ、あのいつかご結婚ということもあると思いますのでね、本当にいい方とね巡り合っていただきたいなと思ってます。今日は天皇誕生日の2日な動画で失礼ですけども、お祝いを動画にいたしました。ご視聴ありがとうございました。